トラフグ族は、フグ科の属の一つ。属のタイプは、テトラドン・アブロングス・ブロッホ1786で、属名もタキフグにちなむ。トラフグ、マフグなど、約25種が知られており、生息区域は、北緯45度から南緯45度の間である。ほとんどのものが、海水に住むが、淡水や、寄水域に住むものもいる。主な餌は、藻類、軟体動物、 無脊椎動物などで甲殻類を食べることもある。他のフグ科の魚と同様、捕食者から身を守るため、体を元の何倍にも膨らますことが可能であり、体、特に肝臓や卵巣に致死量を超える毒性物質テトロドトキシンが含まれている。トラフグ属は25種が知られている。トラフグ属の学名はタキフグであるが、昔はフグとされていた。 日本の安倍宗明による分類である。トラフグ族は北45度から南45度の間に分布し、塩水とりわけ珊瑚礁や海岸付近に住むことが多い。淡水や寄水域に住む種もいる。鋭い葉を持つものが多く、怒らせると噛みつくこともある。まだよく研究されていない種も多いが、トラフグタキフグルブライピスは食用とされるためよく研究されており、 生物学では研究用のモデル生物とされることも多い。トラフ部族の魚は他のフグカと同様に主に胸びれだけで泳ぐものが多く、あまり早く泳がない。その代わり、体向きを変えずに進む方向を変えられる。そのため、広い水域よりも複雑な地形、とりわけ海底を好む。ありがとうございます。